ジェイコブ・アンソニー・デグロムは、アメリカ合衆国フロリダ州、ボルーシャ軍でランド出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のニューヨークメッツ所属。デグロミネーターの愛称で親しまれている。大学2年生までは、遊撃手で、2年生の終わり頃に投手として初めて、試合に出場した。2010年の MLB ドラフト9巡目で、ニューヨークメッツから指名され契約。 この年は、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツでプロデビュー。6試合に登板し、1勝1敗、防御率5.19だった。10月にトミー・ジョン手術を受けた。2011年は手術の影響でシーズンを全休した。2012年は、A 級サバンナ・サンドナッツで15試合に登板し、6勝3敗、防御率2.51だった。 8月に A 9セントルーシーメッツへ昇格。4試合に登板し、3勝0敗、防御率2.08だった。2013年は A 9セントルーシー、AA 級、ビンガムトンメッツ、AA 級ラスベガスフィフティワンズでプレプ AA 級ラスベガスでは14試合に登板し、4勝2敗、防御率4.52だった。 オフの11月20日にメッツとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2014年3月14日にトリプル A 級ラスベガスへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。トリプル A 級では7試合に登板し、4勝0敗、防御率2.58と高騰。5月13日にメジャーへ昇格した。5月15日のニューヨークヤンキース戦で、 先発起用されメジャーデビュー。7回を投げ、4安打1失点6奪三振と好投したが、打線の援護がなく、敗戦投手となった。その後は先発ローテーションに定着し、6月21日のマイアミ・マーリンズ戦で初勝利。7月は4勝を挙げ、ナショナルリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。9月15日のマーリンズ戦で先発登板した試合では、 初回戦闘打者から発射連続奪三振を記録し、ジムでシェイズが持つ歴代最多大記録に並んだ。11月11日に新人王を受賞した。2015年はバートロコローンに次ぐ先発2番手として開幕し、前半で9勝6敗、防御率2.14と高成績を残し、オールスターに初めて選出された。オールスターゲームでは6回表に5番手として、 当番し、わずか10球で3者連続三振を奪う圧巻の投球を見せた。この年は14勝を挙げ、防御率2.54、205奪三振などと活躍し、チームの地区優勝に大きく貢献した。2016年は、マット・ハービー、コローンに次ぐ先発三番手として開幕した。7月17日のフィラデルフィア・フィリーズ戦、自身初の関東、寒風を一案だ。 1死球、7奪三振、105球で記録した。9月の練習中に、右肘の痛みを発症し、9月20日に同箇所の手術を受けることが発表されたため、そのままシーズン終了となった。離脱もあって、この年は24試合の先発登板で、防御率3.047勝8敗36死球、143奪三振という成績に止まった。 2017年は、ノア・シンダーガードに次ぐ先発2番手として開幕したが、シンダーガードが故障離脱したために実質的にエースとして投げることとなった。結果、自己最多の31試合先発で初の200イニングを記録し、15勝10敗、防御率3.53239、脱三振という成績を挙げた。2018年は32試合先発、 217.0イニング、防御率1.70、269奪三振のキャリアハイの成績を上げ、最優秀防御率のタイトルを獲得。勝ち星には恵まれず、10勝9敗に終わったが、サイヤング賞を受賞。10勝でのサイヤング賞受賞は先発として、史上最小の勝利数であった。2019年3月26日、メッツの投手では、 史上最高額となる5年総額1億3750万ドルで契約を延長した。オプションとして、全球団トレード拒否権と2022年シーズン終了後に契約を破棄できるオプトアウト権、また2024年シーズンの契約の選択権を球団側が所持し、行使されれば最大で6年総額1億7000万ドルとなる。シーズンでは32先発で11勝8敗。 防御率2.43255、脱三振成績を残し、最多脱三振のタイトルを獲得。また2年連続で、サイヤング賞に選出された。2020年は、COVID-19 の影響で、全60試合に短縮される。12試合の当番で4勝2敗、104脱三振、防御率2.38を記録し、2年連続で、最多脱三振のタイトルを獲得した。 2021年5月3日に4月のピッチャーオブザ・マウスを受賞した。7月4日に選手間投票で通算4度目となるオールスターゲームに選出された。7月7日のブルワーズ戦でウィリー・アダメスから史上2番目に早い198試合前での通算1500三振を達成した。また、試合後に選出されていたオールスターゲームへの参加を休養を理由に辞退した。 オーバースローから投じる最速102.2マイルパーアワー、平均98マイルパーアワーのフォーシームに加え、最速95マイルパーアワー、平均92マイルパーアワーの高速スライダーが、投球の約80%を占める。そこに90マイルパーアワー前後のチェンジアップを織り混ぜ、脱三振の山を築くパワーピッチャー。その他、約3%ほどの割合でカーブを投じる。 勝ち運に恵まれないことで知られ、2018年シーズンは防御率1.70を記録しながら10勝に止まり、自責点1以下に抑えながらも、12試合で勝利投手の権利がつかなかった。ありがとうございます。